お疲れ様です。それでは定例の会見を行いたいと思います。ご質問があればお答えいたします。はい、どうぞ。はい、先ほども代表質問されましたけれども、はい、総理の答弁のところの前で受け止めをお願いいたします。全体として聞いた中心点をことごとく答えられないという答弁だったと思います。で、確か厳しい声に、耳を傾けるのが、岸田文雄氏の原点とおっしゃっておられたはずですが、厳しい声に耳を傾けたかどうかは知りませんが、一切お答えがなかった。これが特徴だと思います。で、若干言いますと、まず国葬の問題はですね、私は憲法19条との関係を正しました。個人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式と、このように、首相自身が定義したわけですよ。ですから、この国全体としてはどういう意味なのかと。で、日本の国は国民主権の国であって、で、国民全体としてということになるじゃないかと。だから憲法違反になるという論理を聞いたわけですね。で、これに対して一切答えなかったですね。国全体としてということについて聞いたことに対するお答えがない。で、ですから、この国葬の問題はですね、中心点を答えなかったというふうに思います。それから、例えば中央官庁の職員に黙祷を指示したというふうに私、申しました。で、これもですね、黙祷する機会を与えたという趣旨のことを言って、全くこの強制をしているという自覚がないという答弁もひどいものだと思います。で、この国葬の問題は中心点のに対する答弁をできなかったということだと思います。引き続きやっていきます。それから統一教会の問題はですね、私は冒頭ですね、統一教会を反社会的団体と認識しているのかと、この一点を聞いたわけであります。ところがお答えは、社会的に問題が指摘されている団体だと、この繰り返しなんですよ。しかし、社会的に問題が指摘されている団体というのは、認識じゃないんですね、事実の問題です。これは総理の認識を私、聞いているわけで、そうじゃなくて、認識を答えてくれと言って、反社会的団体という認識を持っているのかと聞いたにもかかわらず、そういうお答えはない。反社会的団体というふうに言えないわけですよね。で、社会的に問題が指摘されている団体を繰り返すわけですけれども、これは認識じゃないんです。ただ事実を言ってるだけで。ですから、この一番肝心の統一教会が反社会的団体だという認識を持ってないと。それを明確に言えないと。ここに一番まず大きな問題があるということははっきりしたと思います。その上でですね、自民党がこの統一教会で癒着していることで、統一教会による被害を拡大しているということへの反省はと、これに対してはですね、結果として、そうした団体の信頼を高めるという指摘については、重く受け止めるという答弁がありました。で、これ、事実上、一定の反省を言わざるを得なくなったものだと思います。しかし、もっときっぱりとね、広告となったことが被害を拡大していると、はっきり認めて、もっと明瞭な反省を求めたいと思いますが、一歩、この点は認めざるを得なくなったのかなと思って聞きました。そして、関係を断つとおっしゃるんで、5つの問題点を提起したわけですね。お気になった通り、自民党として責任を持った調査をやるべきだ。政府としても責任を持った調査をやるべきだ。行政が歪められた疑惑についても調査をやるべきだ。安倍元首相の調査もやるべきだ。そして半世紀にわたる歴史的癒着関係の調査をやるべきだ。5つの点を提起したんですが、どれ一つとっても前向きの回答はない。調査をするということは一つもないんですね、この5つについて。で、まあ、簡単に言えば、これから断絶すると言ってるんだからいいじゃないですかということだと思うんですよ。しかしね、調査しないでね、で、これから断絶しますといくら言ってもね、どんな癒着関係があったのか、これは明らかにをして、それに対する反省がないもとでね、これから断絶しますと言ったって
誰が信頼できますか。現にですね、そういう調査やったところはボロボロ新しい接点が見つかって次々に訂正する、こういうやり方は誰が信頼しますか。それを問題にしているわけですよ。でこのまともな調査の姿勢がない、これでは私は、いくら断絶を約束してもそれはもう虚しいものになると、現にそうなっていると。まあ、安倍元首相の調査については亡くなった以上心の中はわからないという話でした。確かに心の中はわかりません。しかし私が提起したように関連の書類、関係者、こういう方々の、きちんと調査をする、十分できるはずなんですね。それは提起したらそれ断片的になるのでという話ですが、けれどもね、だったら歴史的な問題の検証は一切できないってことを言ってるに等しいじゃないですか。で安倍さんはもう亡くなったんで、弁明の機会がないということも言われました。しかしね、こういう理屈でいきましたらね、あらゆる歴史的事象の検証できなくなりますよ。例えば日本が過去、侵略戦争や植民地支配を行った、この当事者は亡くなってますよね。じゃあもうそういう歴史的問題についての判定はできないのかと、それはなりませんよ。やっぱりそういう当事者が亡くなっている場合であっても、歴史的な文書、関係者、これを全部当たってその気になれば調査ができるはずでありまして、こういう理屈を持ってね、安倍氏の調査もやらない、これはまさに調査する気がない、蓋をしてしまおう、こういうことだと思います。そして歴史的癒着ということを私提起をいたしました。具体的に、勝共連合を作った時の発起人に名を連ねていたということも具体的に提起をいたしました。でこれについてはそういう癒着はないというのは答弁でありました。私具体的に1968年に笹川良一ら右翼の人々と岸信介元首相らが発起人になって統一教会で一体の勝共連合を日本で発足させたわけですよ。これ事実なんです。これは歴史的癒着関係の出発点と言ってる。これ事実を示したにもかかわらず、そういう癒着がないということは平然という。これはもう成り立たない議論です。ですから、この私が聞いた中心点は、統一教会の問題、何一つ答えてない。引き続き、これは追及していきたいと思います。暮らしの問題についても同じでありまして、私がまず聞いたのは、アベノミクスによる金融政策、異次元の金融政策が手詰まりになっているという事実です。これも答えがありません。それから中小企業に対して賃上げへの直接支援を強化すると、抜本的に強化するという提案したわけでありますが、これについてはですね、社会保険料の減免というね、具体的提案に対しては、これ労使折半なんでできませんと言って拒否するわけですね。そんなことないですよ。国費をドンと入れて減免する。その場合、労使ともに軽減になるわけです。それをやれと言ってるわけで、労使折半だから社会保険料の減免ができないなんて理屈は成り立たない。それから我が党の内部留保課税によってですね、賃上げを促進という提案に対しても二重課税との指摘があるということですが、これ二重課税に当たらないということは繰り返し言ってまいりました。これも成り立たない理屈を持って私たちの提案を拒否するというものだったと思います。消費税の 5% への減税、インボイスの導入の中止、医療費の窓口負担増の政策から軽減への転換、これらに対してもまともな答弁がありませんでした。で、一つ申しますとね、私は受診控えが問題になると、医療費2倍にするということになりましたら、高齢者の受診控えが問題になって、で健康悪化につながり、そしてそれが医療費の増大につながっていくと、悪循環が起こるじゃないかというこの指摘に対してですね、そういう受診控えが起こらないようにすると。いうふうな答えだったんですね。しかしね、起こらないようにすると言っても、厚生労働省自身が受診控えがこれだけ起こると想定して1000億円も、減ると、給付費が1000億円年間減るという試算までやってるわけですよ。そういうもとでね、受診控えが起こらないようにすると言っても、これは本当にひどい答弁だと思います。新型コロナの問題で、これは私はですね、この夏を乗り切れたという認識は本当にひどいと
1万3000人も亡くなっているということに対して述べました。で、若干言い方変えられたようで、乗り切れたと言い方はちょっと変えていたようですけども、反省は語られなかった。そして療養の考え方の転換、非常にこれシンクロな問題で、簡単に言えば医療に対するアクセスをのハードルを上げてしまおうというものなんですね。で、そうじゃなくて医療供給体制の強化こそ必要だという根本的な問いに対する、これもお答えがありませんでした。最後でありますが、沖縄の選挙で示された民意はどこにあるのかと、これも簡単な問いですよね。これも最後まで答えがなかった、同じことの繰り返しでした。唯一の選択肢が辺野古だということの繰り返しで、あれだけ明瞭な辺野古新基地建設反対、普天間の閉鎖撤去という民意が下されているということを、あれだけルール述べたにもかかわらず、それを認めない、こういう答弁だったと思います。それから全体としてですね、ことごとく答弁が行き詰まってる、まともな答えができない、政権の行き詰まりに反映していると思いますが、引き続き追及していきたいと思います。ちょっと長くなりましたが、以上なような感想です。はい、どうぞ。朝日新聞の方からいただきます、はい、細田議長が、議運委員長に、明日再び、再説明をするというふうに伝えたのですが、これまで の細田議長の説明ぶりをいかがお考えでしょうか。これは前回のこの会見で述べた通りでありまして、で、前出してきたペーパー、あれだけを見てもですね、確か8つの点での接点が書かれていました。しかし外形的にこう書いてあるだけで、それはどういうものなのか、例えば統一教会の系の団体の集会に出て挨拶してるわけですよ。その挨拶の中身は非常に重大です。で、こういうことについては一切蓋をしたままの、ものだということで、一問一答の場でね、国会できちんと事実関係を明らかにすべきだということを求めました。ですから明日追加のものを出してくるというのであれば、それを踏まえてね、私は議員運営委員会など適切な場においてですね、一問一答で、質疑に答えるべきだということを強く求めていきたいと思います。はい、共同通信。明日のその説明の仕方は、議員委員長などが細田議長の公邸に行って、そこでお話しした後に、議員委員長が、記者にブリーフするという形になると思うんですが、そのあり方についてはどうでしょうか。それは議員運営会を公開の場で開いて、そこでやるべきだと思います。第一歩としてね、そういうことがあるということは、議運で決まったんでしょうけども。それで終わりにしないでね、やっぱり公開の場で国民が見てるところできちんとやり取りを明らかにすると、これは絶対に必要だと思います。はい、昨日立民の泉代表が本会議場の場で議長に向けて質問をしましたけれども、これについては市民長どのように受け止めてらっしゃるでしょうか。私たちはですね、やはりこの問題の解決の筋は、今述べてきたように議員運営委員会で一問一答で、で、問題点を明らかにしていく、これが一番の筋だと考えております。私はああいうやり方いたしません。はい、どうぞ。一個戻りますけれども、細田議長の、新たなる説明がまた紙であるという点についてはどうですか。ですから紙の繰り返しはダメですよ。ですから明日の説明が出てきたとしてもね、やっぱり一問一答 で十分に時間を取って明らかにしなかったら問題の解決になりません。絶対ならない。紙で終わりにしちゃいけない。はい、どうぞ。前回その紙一枚であったことに対して批判されてましたけども、どういった説明を望まれるでしょうか。例えばね、統一教会系の団体に、来賓として参加してスピーチをしていた。で、スピーチの内容が、ハン・ハクチャ総裁に敬意を表すると、そして大事な集会なん で中身を安倍首相に報告すると
いうような非常に立ち入った内容だったわけですよ。ですからどういう理由でね、その集会に出たのか、そのスピーチの内容はどういうものだったのか、どういう反省してるのか、そういうことを一個一個中身を明らかにしていく必要がある。それ一切やってないわけですよ、この前の紙では。明日の紙でもどういうものが出てるか知りませんが、やはりそういう中身をきちんと明らかにする、単にこう外形的な接点がこうなってますというふうに言うだけじゃなくて、なぜそういう接点がこう作られたのか、どういう反省してるのか、こう中身まで全部明らかにしませんとね、問題の解決にならないと思います。いかがでしょうか、よろしいですか。はい、どうぞ。今回の代表質問の場で、総理、山際大臣の更迭が否定されています。石井次長、今まで山際大臣の罷免を求めるとおっしゃっていました。それに対して、ですから私たちは罷免を求めるという立場です。ただ山際大臣一人で済むというわけではない。で、先ほどもちょっとお話したんですが、今日の答弁というのは簡単に言えばですね、過去のことをはもう目をつぶってこれから断絶するからいいじゃないかという話なんですよ。だから山際大臣についてもこれから断絶すると言ってるんだからいいじゃないかと、こういう理屈ですよね。そうはいかないということです。過去の問題についてきちんと調査をして明らかにして、なんでそういう接点が作られたのか、どういう反省をしているのか、それまで全部明らかにして初めてね、断絶ってことが担保されるわけですよ。それを問題にしている。ですから山際大臣の問題だけじゃなくてね、自民党自身の汚染の問題について調査するって言わないわけです。内閣の38人が汚染されている、これも調査するって言わないわけです。行政が歪められた疑惑、これもなかったと言って調査しないという。安倍元首相も調査しない、半世紀にわたる癒着はなかった。全然これまでの問題について全部蓋をするっていう姿勢でしょ。蓋をするって言っておいて断絶すると言われて誰が信用しますか。そんなことにならない。またほとぼりが冷めたらその関係復活することになるでしょう。はい、そうですね、岸田総理は秘書官の人事で自分の長男を秘書官に据えるという人事されまして、総理適材適所という答弁をされていますが、このご長男を総理秘書官に立てるという人事についてはどうなんですか。私は個々のそういう人事についてコメントいたしません。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。